なた、仕事を探しているの？どんな仕事だ？いい仕事。今まで会ったこともないような最高のボスの指揮の下で、ちょっとした手仕事と腐るほど質問されるのが嫌じゃなければできる。まずはじめに50キャップあげる。興味ある？ここでやっていくにはもっと必要になる。準備してる計画がある。大きなやつ。悪いやつに見つかったら多くの問題に巻き込まれることになる。だから少し口が固い必要がある。ここでは細心の注意を払わないといけない。わかるでしょう？もっと出せるはずだ。わかった。前払いで100受け取って。ひどい取引だ。もうこれ以上は無理。最初に150。まだ十分じゃない。200。これが限界。くそ、こいつに気をつけるんだった。やるよ。それを聞きたかったのよ。中に行きましょう。真相を話すわ。仕事をやる気になった？実際に何をしてるのか教えてくれないか？聞いて。ここでは盗みを働いてる。大儲けできる。技術的にまだ私たちのものじゃないものをいただく。働いてほしいならもっと情報が必要だ。好奇心が強いわね。わかった。詳しく説明する。いろいろと調査してもらうわ。何を調査するんだ？埋蔵金？そうとも言える。でも本当に質問するのはやめて。他の二人はすでに調査を開始してる。手伝いに行って。できる？おい、やっと通り抜けられるぞ。反対側に何があるか見たいのか？ボビーは今週払ってくれると思うか？知らねえよ。偽善活動をしているような気になってきた。何か聞こえないか？マイヤーやつが病院をいる。逃げろ。もうボビーの仕事の人はどこでもいい。なんで無駄なの？私のトンネルで何が起きてるの？あそこはマイアラークでいっぱいだった。少なくとも戦っただけあの役立たずよりはマシで、あなたたちはそばにいただけ。よし、あなたは昇進したってことね。私の新しい道具になるの。でももう一人だけ必要だと思う。古い友達。彼は公平な分け前を欲しがると思うけど、私がケチになったのを知ってる？そいつは何者だ？物事を早く進めるために必要なただの男。小道具やお金みたいに、それ以上のものではない。まずこの後何をするのかを実際に知っておくのがいいと思う。ダイヤモンドシティで調べておくことがある。そこのヌードルショップに向かって。
仕事が終わったら合流する。ここには何もないぞ。こんなところにいたの。姿を現さないのかと思ってた。そう、私この辺では顔を隠さないといけないから。この辺りでは私みたいなやつは許可されていない。じゃあ仕事に取り掛かりましょう。ダイヤモンドシティにそびえ立つガラスの大きな壁は市長室。ほとんどの人は知らないけど埋もれた金庫室がある。市長はその上に座っている。そこが私たちの標的。私に言わせれば彼は自業自得。私の優しさをどんな風にあしらったかを考えればもっとひどくしてもいいくらい。中に何があるんだ。キャップ、薬、食べ物。この町を動かし続けるのに十分なもの。私が欲しいもの、みんなが欲しいもの。やるならあなたの分も十分ある。わかった。ところでもう少し仲間を増やすのはどう。技術系のやつの都合をつけた。彼の名前はメル。ここダイヤモンドシティにいる。問題を解決するために気の利いたものを作ることができるやつなの。実は今のところちょっと身動きが取れなくなってる。あなたが彼を助け出す必要がある。私はこの顔ではダイヤモンドシティセキュリティは通れない。たとえ隠してもね。警備室について教えてくれ。古いロッカールームの一部に建てられていて、あそこの匂いがする。ここは厳重警備の刑務所じゃないし厳しく監視されていない。あなたみたいな人には問題ないでしょ。こじ開けるにも鍵を探すにも警備員を買収するにもね。彼を外に出すだけ。マブリックオカレンシズの記事を読む。心配するな。ダイヤモンドシティなら人造人間からも安全のはずだ。おまわりさん、何か言いたいことがあるのか。どうしてメルはここに入れられたんだ。彼か。飲み屋でロボットバーテンダーがフリードリンクを出すようにプログラムを作り直そうとして捕まった。ここだけの話だが、やり方を知っていたら完全にやる。留置所からメルを出してほしい。メルに仲間がいるとは知らなかった。分かった、もう十分だ。ドアを開けてやる。よし、行っていい。じゃあ行こう。何のことか興味はあるが、もっと離れてから話そう。いいか。出してくれてありがとう。で、お前がボッピーの新しいおもちゃなのか。俺は誰のおもちゃでもない。そうだな。ボッピーは騙されやすいやつを見つけ出す方法を知っている。彼女は忍耐強くない。俺はここでは終身刑だったわけじゃない。え、一日ぐらい待てなかったのか。仕事は何だ。ダイヤモンドシティの金庫室に侵入するのを手伝わないか。くそ、やってくれるぜ。
長い間やっていくのに十分なキャップがあると思うか？ボッビーは疑わしいかもしれないが、いつも最後には全額支払う。荷物を取ってから彼女のところに向かう。また問題に巻き込まれたの、メル。じゃあ、みんなここにいるわね。メル、あなたの小さなお友達を紹介してくれる？わかった。ソーニャだ。この小さなロボットは、ジェット機の上にいるモールラットみたいに地球上を移動する俺らを助けてくれる。ロボットがどう役に立つんだ？唯一の能力がある。彼女みたいなのは他にいない。堆積物を全部バラバラにできるように、周波数で音波パルスを出すように無線システムを変えた。メルが言うには、掘るより10倍も早く金庫室に行ける。それに、ダイナマイトを仕掛けるよりもうんと安全。よし、じゃあ準備して。どんな反応が出るか完全にはわからない。よし、構えろ、やってくれ。必要がある、メル。問題ない。頼むよ、ソーニャ。ソーニャの出番だ。ソーニャ、やることは分かってるはずだ。できるわ。
ソニアをこっちへ。行け、ソニア。そこで待て。わかった。それならここにいる。そっちだ。電車は番線に1分後に到着します。線路から離れてお待ちください。
メル、ソーニャをこっちへ。やれ、ソーニャ。爆破の時間だ。工場がある。しかし、ここを通り抜ける必要がある。メル、やることは分かっているはずだ。おい、この辺りはミスターハンディユニットが管理しているみたいな。一つ取り付けられる。何？そこに誰かいるのは分かってる。長くはかからない。そこにいるのは誰？何？嫌なやつ。こっちへ、メル。行け、ソニア。何？
ない。頼むよソーニャ。ソーニャの出番だ。ソーニャ、やることは分かっているはずだ。キャップを手に入れるためになぜそこまでする？私が言ったことよりももっと個人的なことかも。市長に文句があるからとだけ言うわ。鼻なしボッビーを関係のないところに置いておけると思ってるみたいだけど、でも全部忘れてやるべき仕事がある。俺は疑っているが、
ボッビの方角が合っていれば金庫室はそこにある。このトンネルで他に調べたいことがあるならまずそれをした方がいい。信じてないのか。俺たちがダイヤモンドシティの下にいるとは思えない。そうだろう。ボッビがこの仕事について何もかも言っているようには見えない。用意はできている。分かった、やろう。ソーニャ、準備はいいか。